アニアセヨ、ニケイです。綺麗ですね。今日は上野にやってきました。コリアンタウンがあり、韓国人が多く住んでいる場所なので、韓国料理屋さんもちょこちょこあります。その中で今日は古い家って書いて五がと読むお店に行きたいと思います。個人的に上野で一番うるさいと思ってる場所にポツンとあるそうです。隠れ家的な韓国料理屋さんみたいですね。なんか口コミでそんな風に書いてありました。そこの場所でオサンプルコギっていう豚バラ肉とイカと野菜をコチュジャンで炒めた料理を食べに行きたいと思います。まあ、料理の決め手は食べたことないから以上です。駅から出て一番うるさいエリアに入っていってます。今飲み屋さんがいっぱいあるとこですね。で、飲み屋がこう密集しているエリアに向かってこんな感じで少し歩いていくと見えてきます。着きました。ここにあります。この古い家です。地下に降りていくタイプなんで、早速カジャー。地下に降りました。お店のメニューが貼ってあって、その先にお店の玄関が登場します。入店。メニューはこんな感じになっております。千枚ユッケ、サムギョプサル、チッタッカルビとかいろいろありますね。韓国料理コンバターもあるんで、オサンプルコギは今回これですね。1580円。実はこの浅漬けキムチと牡蠣浅漬けキムチがめちゃくちゃ食べたかったんですけど、一人じゃもったいない値段なので、また誰かと来たいと思います。料理が来るまで持っていきましょう。あ、ウーロン茶頼んでたんです。いっぱいもりもり入ったウーロン茶で、ちゃーん。おかずが来ました。揚げのやつと黒いやつと、ナムルです。そうしてるうちにおサンプルコキが来ました。じゃーん、豚キムチ炒めみたいな姿ですね。それではいただきます。じゃあもうけすみだ。はい、余韻を見せず早速一口目で、めちゃくちゃ熱かったです。見た目はこんな感じです。お肉と野菜の比率は半々ぐらいで、ね、刻みネギとごまがパラパラっと乗っています。具材もいろいろ入ってて、中身もぎっしり、まあ全体的にやっぱり真っ赤っかです。でも甘辛い赤さですね。これはコチュジャンで炒めてるだけなので、そんな辛くないです。で、苦手な人も辛いのが食べれるんじゃないかなって思います。なんか辛さよりうまさ勝つ気がします。そういう友達いるんで、うまさが勝っちゃう人が、辛さよりも辛い苦手なのに。なので辛い苦手な人でも十分楽しめると思います。では具材の紹介。まずはピントが合っていないイカ、しめじ、キャベツ、イカ、その他もの、以上おかずの紹介でした。まあ普通の、なんだろう、豚肉とかでよく日本でも食べるような野菜炒めと具材は変わんないかなと思ってて、まあ違うことといえばやっぱりイカが入ってる感じですかね。オサムプルコギはオがイカのオで、サムが豚のサムで、プルコギです。プルコギってなんか魚の肉っていう意味があるってデバイスのナヨンが言ってたんですけど、そうなんですかね。なんか知ってる人いたらコメント欄で教えてほしいです。で、お店の外観あまり映せてないんですが、お店の地下に入るところに別のお店の店員さんが2人立っていたんですよね。だから最初入るのに結構躊躇しましたね。だって、あの二人を乗り越えるのって。で、いざ入ろうと歩んだんですけど、なんか僕のアプローチが弱すぎたのか知りませんが、
全然引いてくれずに、結局入り口とお兄さんとの間にあった狭い隙間をさっと取ってきました。なので入るの難易度高いですとか言ってる割に、お客さんは全然めちゃくちゃ入ってきてました。これ僕だけでしたね、難易度高いのは。でもそれぐらい本当に繁盛してて、すごい人が押し寄せてきてましたね。やっぱり場所が飲み屋が密集してるとこにあるので、人が集まりやすいんじゃないかなって思います。なので夜行くのであれば、休日はそうですね、19時前7時前とかに行っておくといいかもです。でも結構混雑してるので、僕が今ここで食べてる時もかなり混雑してて、普通に4人6人5人組とかが何組も来てて、でなんかカップルで来てる人たちが2、3人組来てて、で1人で来てるのが僕だけでした。他の料理もそうですね、なんか食べログとかで見てる感じではチーズタッカルビが推してるような気もしなくもなかったんですけど、チーズタッカルビって正直どこも味一緒な気がするんで、いや本当これは個人的な意見なんであれなんですけど、なんか普通に全然こういったいろんな料理があるんで、ごさんプログラムみたいなね、あとキムチ、絶対キムチ美味しいと思うんですよ。なのでぜひキムチ食べに来てみてもいいかもしれないですね、ここには。とか話してるうちにもう食べ終わりそうですね。さあ最後の一口です。完食、チャームおすすめだ。美味しかったです。甘辛い料理ってなんでこんなに美味しいんですかね。普通にペロッと食べてましたね、この日は。で僕も手で口パタパタ仰いでたんですよ、書店の方で。じゃあ店員さんがお水持ってきてくれました。かなり優しさを感じましたね。店員さんは韓国人のおばちゃんが2人いて、2人ともすごい親切で、動画撮っていいですかって聞いた時も、撮っちゃいなよみたいなノリで許可してくれたんですよ。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです、それは。なんかご飯の美味しさって、だからなんだろう、料理だけの美味しさだけじゃなくて、お店の雰囲気や店員さんの人柄で結構左右されるなって本当思いましたね、この日。本当いい時間を過ごせたなって思います。またキムチを食べに行きたいです。動画にするか分かんないけどね。それでは本日もご視聴誠にありがとうございました。美味しかったお店ということで、インスタグラムにもまとめておきますので、ぜひ見に来てください。高評価とチャンネル登録もぜひぜひお待ちしております。では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 、また次回お会いしましょう。アンニョン。